本日はリアルカウンセリングという形でお答えしていこうと思うんですけどもじゃあ本日はゆかさんよろしくお願いしますお願いしますはいじゃあ、えっと、事前にお悩みを送ってきていただいてますので、えっと、サロンメンバーさんの中から募集させていただいたんですが、えっと、ゆかさんに事前に送っていただいた、えー、お悩みの、えー、文章メッセージをご紹介したいと思いますはいではいきますね 子どもの頃から自分の意思を表に出すことが苦手でとてもコミュニケーション下手でした、えー、苦しいしこのままでは良くないと少しずつ自分の考えや感情を表に出すようにしたところ人に意思を伝えることに慣れてきて以前より快適に過ごすことができるようになってきました。お ですが、えー、最近自分のことをとてもほんまに感じます以前は嫌な思いをすることが多かったのですがそのいい面として他の人の悲しい苦しいという気持ちを聞いて寄り添うことがしやすかったのですでも今は自分の感情表現をすることが、えー、優先順位の1位になってしまって周りの人のことをないがしろにしてしまっているような気がします人への共感もあまりできなくなってしまいました今はとりあえず自分の意思は伝えるその後どうするかは相手次第というのを 自分の指,、えー、指針にしているのですが、主張しすぎも良くないのでしょうか、そこのバランスをどう保てば自分も周りも気持ちよくいられるのでしょうか、アドバイスいただけますと嬉しいですということで、いておりますがずっとこうどこかで思ってたことで、何かこう、うん、それによって大問題が起きているというわけではないんですけどあの もともとコ,コミュニケーションベタで自分の意思を前に出すのが苦手っていうところから始まってで、えっと、そこから徐々に徐々に自分を出せるようになってきたって感じですよね。はいうん、それっていいつぐら,いから そのの変化っていうのはちょっとずつ、まあ、0100で変わってはないと思うんですけどいいつぐらいからか覚えてますこ、うん、のままじゃいけないっていうふうに意識しだしたのが高校生ぐらいだったんですけど最初はもう本当にこうずっと無言で過ごしているような、うん、あの子供だったので、うん、全くうまくいかないなりに全くゼロの発言だったのを1にしてみるとか5にしてみるみたいな。 で今はもう大人になって30前なんですけど、はい、あまりそのブレーキみたいなのは最近感じずにうれ、ん、しかったらうれしいって言えるしその怒った時はそのイラッとしたなみたいに思ったら黙ってたら自分が苦しいかなっていう時はあのなるべく言えるようになったんですけど。うん、ななるるほどじゃあそれ言えるようになって 良かったところもありますはい1人の時にこう考え込む時間とかが少なくなったりとか「うん、そのあの時はやってっておけばよかった」とか、うん、言ったからこそすっきりしたみたいなことが、うん、出てきたのでそのこの変化があの悪いこととは思ってないんですけど。うんうん、なるほるいど。いいところも実感されてるけど、うん、でも,もその反面ちょっと良くないなって感じることも。 あるってことですよね。それが、はい、えっとじ、自分優先になりすぎてるみたいな感じですか。そうなんですよね。あの、人の話にこう共感しすぎるのも良くないとは思うんですけど。友達がその、ちょっと弱ってたり、したり。うん 自分もすごくしんどかった時っていうのは「うんうん、ああそうだよねすごくわかるよ」っていうふうに心からあの言えてでそうすると結構ほっとしたような顔をしてくれることがあってそれはすごく良かったなと今思うんですよねうん、うん、でも今その気持ちがなんだかあまりなくなってしまったような気がして聞いてもあんまり共感できないって感じですかしなないんじゃなくて あえてしないっていうよりかは、その、できなくなっちゃったんじゃないかなって思うんですけど。うん <laughs> うんうん。うん、なるほど。わかります。じゃ、じゃ、できなくなって、最近変わったねって人から言われたりとか。はい、そういうのもあります、ね。えっと、変わったね、ではないんですけど、ちょっとこう、気持ちが落ち込んでいたりとか、落ち込みやすい。うん 知り合いいの方がで,でその人と私の共通の知り合いからあの私に連絡が来たことがあって落ち込みやすいまるちゃんと結構仲良かったと思うんだけど最近どう連絡取ってるっていうふうに来て私はその時ちょっとあの集中したいことがあったりとかあっの、はい、引っ張られてちょっと私も落ち込んじゃったりとか長く 一緒にいるとしちゃうかなっていう風に思っていて。まあ,あのあちらから何か言われたらそのもちろんお対とかはしますけど。その？ 自分からはちょっとあの距離を置いておこうっていう風に思ってたところだったのでうん、うん、その連絡をくださった方に今言ったようなことをそのまま伝えたんですよねちょっとその私も引っ張られて落ち込んじゃったりしそうだし私ちょっと今あのな,、まあ、なるべくならその前向きな人と付き合って言いたいな、うん、今はみたいなことを言ったらえひどいみたいなことを言われてしまって、えー、ちょっとそれがあのちょっと衝撃を受けた。 うん、こととの一つと言いますかなるほど。でひどいって言われて変えなきゃいけないなって思われましたその時いやその時はあなたが直接連絡を取ればいいのでと、うん、正直思ったんですけど、うんうん、なぜ私にみたいには思ったんですけど、うん、変えようとまでは思わなかったんです、うん、その時は。なるほど、うん。ちょっとだけそのあれまずいのかなっていうふうにんうんうん、うん。じゃあうん。 さんの中でその寄り添わないっていうことにちょっと、うん、罪悪感っていうのはありますよねまだはいありますねじゃあちょっと目指す方向をどっちにするかなんですけどえっとこの最初にいただいたお悩みの内容で言うと、うん、これうんとどうだろうちょっと自分優先しすぎちゃってるからもうちょっと寄り添える私に戻りたいっていうようなニュアンス に捉えられたんですけど、うんとぶっちゃけどっちでしょう？えっ、ー、ともやっぱりもう一回寄り添えられ寄り添える。私になるのか、それとも、うん、もうそもそも例えばひどいみたいなことを言われても、その罪悪感があると、そこでちょっともやっとしますよね。はい、うんで、あの言われなかったとしても、ちょっと自分が以前と違う行動をした時に、あのちょっとモヤモヤっとしてあんまり気持ちいい感じじゃないと思うんですよ。 <で>はい、そもそもその罪悪感を手放したいのかそれとも寄り添える私にもう一回戻,戻るというか、まあ、そういう部分も、えー、ともう一回取り戻したいと思っているのかどっちでしょうああそうですねそこはの、うん、えと今回あの当選しましたよってあの、うん、連絡が来てから結構自分でも考えてきたんですけど多分手放したい気が。 でもなんか手放したいですパンとは言えないぐらいのまだちょっと迷い具合ですね。寄り添えたらいいなっていう気持ちもあるんですんなるほど。じゃあちょっと一回そこを守護霊さんに聞いてみますね。あはいはい、あ守護霊さんが言われたのは手放したいのは寄り添うっていう。 えーと、まあ能力というか寄り添う私を手放したいわけじゃなくて寄り添った時に引っ張られて落ち込んじゃう私を手放したいだけって言われたんですよだから寄り添うっていうのはゆかさんにとってやっぱりいいところなんですよね長所だしそれはゆかさん自身もそう思ってるはずなんですよだけどそのせいで自分が引っ張られて落ち込んじゃ で何かこうネガティブな影響を受けるんだったら手放した方がいいのかなっていう感じだと思うんですね今。あしっくりきました、ね、そうですよね、はい、だから寄り添った上で引っ張られなかったらどうですか？あ一番いいです。一番いいですよね。だから望むところはそこなんですよね。だからまずは一個この望みを設定するときに結構ここって間違えがちなんですけど。 あのもう全然人に寄り添わないでも私私って生きていきたいっていうのってあのゆかさんにとっての本当の望みじゃなくってと寄りり添っても私は私私はででいいられる私にななたいが本当の望みなんですよねでこここの望みの設定って言ったら守護霊さんとかってその望みを設定してくれたら言ったら カーナビみたいな感じなのであのゴールを入れてくれたらそこまでの最短最善のルートで案内しますねっていうのが守護霊さんなんですけど、うん、と若干住所間違ってたみたみいな感じなんですようん、うん、なんであれ来たはずなのになんか思ってたのと違うみたいなちょっと3軒ぐらい隣だったみたいな感じになっちゃったりするんですよね。でそうなりかけていたので今よかったです気づけてちゃんと正しい住所を入れ直せますよね望みに気づいたから。うんうん じゃあゆかさんの望みは、うん、と寄り添うんだけどでちゃんと共感もできるんだけど引っ張られはしない私っていうのをゴールにした時に、うん、えとまずねこれ思考であそうなんだ私そうだそうだってすごい今しっくりきてると思うんですけどこれだけでもうゴール変更してることになるんですね目的地設定を変更したことになってるんですけど、うん、じゃあもうちょっと具体的にそのためにじゃあ今何したらいいのっていうことを聞いてみますね。あはい、はい うん、えっ、ー、と、人の話を聞いたときに、今までのゆかさんは同調してあげるのがいいことだと思ってたって言ってるんですね。一緒に落ち込んであげるとか、一緒に怒ってあげるみたいな。うん、でも同調じゃなくて、えっ、ー、と、そこはえっ、ー、と、需要にしてって言ってます。需<要>うん、この違い何かっていうと、えっ、ー、と、需要って別に自分は一緒に下がったり、一緒に怒ったりとかしてなくて、そうなんだな。 っていうだけなんですよ。うんうん、うん、そこで落ち込むこともあ,ありだよねみたいなで。一緒に落ち込んではないんですよ。私は全然落ち込んでないけど、落ち込むのもありだよねって感じなんですよ。うん、うん。この違い微妙なんですけどわかります？自分の気持ちは何も動いてないという。そう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 なんですよ。 うん、それって、でもゆかさんがやろうと思った時に、今ちょっと難しく感じたりしませんか、どうですか。はい、あの四六時中意識してないというものを。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、うんと、一回じゃこの違いは今。えっ、ー、と、思考では分かったかなっていう感じだと思うんですけど。<laughs> でも、実際そういうシーンになったら、多分同調しちゃうと思うんですよ。じゃあそこで同調しないに。 っていうのをどうしたらいいかっていうのちょっと聞いてみますねお願いしますはい。あ同調しちゃう原因は何かっていうと申し訳なさ罪悪感だって言ってるんですねそれはこの人がこんなに悩んで落ち込んでるのに私だけ元気でいいのかしらっていう罪悪感だって言ってるんですけどそれはどうですか自覚はありますあ,あんまり考えたことなかったですけど今言われてちょっと ガーンと来たたので多分あなるほど、はい、来ましたね <laughs>、はい、あじゃあ逆にゆかさんが自分がすごい落ち込んでる時に相手が元気だったりとかまあ元気までいかなくても普通みたいな時ってどう感じます相談した相手があの、うん、悲しそうな顔したりするとそれも申し訳なくなるので相手が元気な方がいいかもしれません私は。なるほどじゃあゆかさんも そっちの方をやってみませんか。そうですね。その方がいいですね。うん、そっ自分がそう思ってる。ならそうですね、うん。そうそう、これ、もしゆかさんが、うん、いや、はい、私は目の前の人に一緒に落ち込んでもらった方がいいです。っていうタイプだとしたら、ちょっとこれ変えるの難しいんですけど、だって嫌なことをやってることになるじゃないですか。うん、でも、うん、自分自身が。ある程度元気でいてくれた方が、こっちも話しやすいって思ってるんだとしたら。うん もうこれ結構シンプルじゃないですか。でも私もやればいいっていうことですよね。はい。うん、でこれ難しいわけじゃなくて、今まであのそこを意識的にあの自覚してなかったからあの同調の方がいいんだって勝手に思って、勝手にこうナチュラルにやっちゃってただけだと思うんですよ。だってその方がいいよねみたいな感じで。うん、でも今改めて考えてみたら、同調しない方が相談しやすいんじゃないみたいなことに気づいたわけですよね。はい。うん そしたらもう大丈夫なんですよ。これ変わると思います。<ー>うん、納得感あります。はい、あの自分がその相談する側だった時って思ったら、うん、あって思いました。うんうんうん。そうですよね。はい、で中には100人いたら何人かはあのいやいや一緒に落ち込んでほしいです私はっていう人もいると思うんですよ。 でそのあのちょっと引っ張られちゃったその,あのご友人落ち込みやすい方はもしかしたらそっちの方かもしれないですけどでも,あのもうそれってかななり根本的に価値観が違う人なんですよね<ー>、うん、でそこまで違ったとしたらあのちょっともう世界線違うはずなのであのアドバイスしたとしてもたぶんのれに腕押しみたいな感じになっちゃうはずなんですよ。<ー>私だっったらこうするよって,言って だとしても絶対にそれを受け入れられないみたいなことになるんですよ相手からしたらうん。だからなんかずっと聞かされてるだけで余計嫌になっちゃうし相手も解決にならないしこの時間なんだろうみたいなそういうことって今まで なかったです。あります。ありますよね。<laughs> あアドバイスした時間何だったのみたいなことってあるじゃないですか。<laughs> はい。でそこまで違う相手っていうのはそもそももう相談相手として成り立ってないんですよ。価値観が根本的に違いすぎて。なのでもしあの相手に引っ張られず自分がまあ、普通ぐらいのテンションでこう。 話を聞いたりして「そうだよねわかるよ」って言いながらもりもりご飯食べちゃうみたいなそういうことがをして <laughs> 相手がそれでも普通に話してきてくれたとしたらそれはゆかさんと同じ価値観の人ですよね話しやすいなって思ってるわけじゃないですかでもそれやった時にね「ねなんで私が悩んでるのにご飯食べるの?」とかって言ってくる人とは多分もう価値観違いいすすぎて相談にならなならはずなんですよああのちょっと今嫌だなと思いました。<や> <laughs> そう,なんですそういう相手とはあの、まあ、縁を切れまで言わないんですけど多分そもそも会ってないのであの相談を受ける意味がないって感じなんですよねうん,、うん、なんで多分その方にはその方のもっと会う人がいてその違う人に相談した方が絶対いいリアクションといい答えが返ってくるはずなので相手のためにも私じゃないよ相談相手っていうのを教えてあげた方がいいんですよね。なるほどうん なのでもしそういう方がいたらそういう対応でいいしえっとそうじゃない時はど,ういうかどっちかわからない時はゆかさんは引っ張られずに私は私だけどあなたのことはわかるし重要するよみたいなそうだよねって感じで聞いてあげるとあのその時ちゃんと会う相手であればあのゆかさんと同じようにその方が聞いてもらいやすいって絶対思うはずなので。 それでオッケーです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと慣れるまではあの練習のつもりでやっていただくといいかなと思うんですけど、どうですか？なんかできそうな感じはしますか？ちょっと心構えをして、うんうん、うん、そういう場面が来たらよしと思って、そうですね、やってみたいと思います。はい、あのそうすると寄り添いながらも引っ張られないっていう理想の自分になれるはずなので、ぜひやってみてください。はい。 はい。というわけで、じゃあ、今日はこれにて解決ということでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ヒコオンラインサロンスペースシップの募集がスタートです。YouTube 動画であなたのご質問やお悩みをヒコに答えてもらえませんか現在、お悩みはオンラインサロンスペースシップの中だけで募集しています。その他にも直接、Zoom でつながれる月1セミナー、 飛行ラジオなどなどさまざまなコンテンツをご用意しています一期生の方から嬉しいご感想やご報告をたくさんいただいているこのサロン再開未定だったサロンメンバーの募集が始まりますこの機会をお見逃しなく詳細は概要欄で